ダイアスンシオン首都圏ビジェータのパラグアイ川ん、アントニオビジェータのコンクリート工場中央圏はパラグアイ南部の圏。2016年の人口は202万8700人で18、県中1位。県とはアレグア。最高気温は摂氏40度を超え、最低気温は摂氏0度である。年間平均気温は摂氏22度。 年間降水量は1433ミ、mm、リメートルで、1から2月に雨が多く、6から8月に少ない。中央県はかつてコマルカースンセナと呼ばれ、最も人口が多かった。先住民のカディウェウ人から侵略者のヨーロッパ人が逃げ込むのに使われていた。ドミンゴ・マルティネスデイララは、イタアレグアの建設に携わった。ルケは、スペイン人の村として建設された。 ビジェータとリンピオは要塞が起源である。カピアダやイタウグアは福音伝道のための教会から始まった。グアランバレやイパネ、ニエンビーはスペイン人が先住民から避難するために建設された。19世紀、ヌエはイタリアやトンプソン植民地、ビージャエリサが農業植民都市として建設された。1985年。 フリアン・アウグスト・サルディバルチックが建設された。ありがとうございます。